シルフィードは Linux、BSD などの PC ユニックス上、および Windows 上で動くオープンソースの電子、メールクライアント。開発者は山本博之。大学在学中に Linux を使い始めた山本が、実用レベルで使える電子メールクライアントがなかったことを理由として、大学4年生の時に開発を始めた。3ヶ月後の2000年1月にバージョン0.1をリリース。 シルフィードの機能はベッキーなどの既存の電子メールクライアントを参考に実装された。最初に入社した会社やその次の会社が開発を全面的に支援していたと述べている。シルフィードは2000年より長らく Linux を中心とする PC Unix 上で開発され発展を遂げてきた。バージョン1.0未満から1.05までは GTK1 のライブラリを利用して開発されてきたが1.9で以降からは GTK2 のライブラリを利用するようになり現在 PC、ユニックスデスクトップ環境として広く使われている GNOME との親和性アンチエイリアスによるフォント品質の向上などが図られているライセンスは GNU、GPL を採用している バージョン 1.0X 時代にも GTK2 のライブラリーを使ったものがあったが、現在はその成果がシルフィード本家に取り込まれたため、シルフィード GTK2 は開発を終了した。Windows 版についてはバージョン1.0未満のバージョンでは別作者によるものがあったが、バージョン2.13からは山本によるバージョンが提供されている。 正式リリース版としては2.20以降となる。2006年9月6日には SRAOSS がシルフィードの開発を全面的に支援することを発表。SRAOSS は山本を雇用し自由にシルフィードの開発ができる環境などを作った。山本は同社でシルフィードのコアライブラリーを独立させたリブシルフプロジェクトに携わることとなる。 シルフィードの特徴は以下の通りである。風の妖精、シルフが由来。風のように軽快で、空気のように自然な動作を、という意味が込められている。シルフィードは本来、シルフトとと綴るべきだが、作者の誤解により、シルフィードという名前が採用されてしまった。その後、誤解に気づいたが、すでに多くのディストリビューションによって採用されてしまっており、 取り返しがつかなくなったので、そのままになったという。ポールマンガンらによって、シルフィードからフォークした、クローズメールがある。フォーク当時のシルフィードにない機能を独自に追加している。ありがとうございます。